はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、はい、ダンロップの上条です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。プロテニスペアの久見かなえです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。まあ、今日、はい、ダンロップの発表会ということで、CV シリーズの後継機種にあたる SX というシリーズですね。はい、発表しているんですけれども、それのインプレ久見プロバージョンということでお願いしたいと思います。お願いします。で、普段久見プロが今使っているのが CV3.0F、はい、溝のないタイプ、緑のタイプですよね。はいはい、緑の前は多分こういう溝のタイプです。私現役中はずっとこのシリーズで戦ってたので、全日本優勝した時もこのシリーズですよね。はい、今日ちょっと試していただくのが、普段使っているものちょっと軽いタイプ、300の LS、はい、285g になりますね。アディクション48ポンド。ぜひぜひちょっと感想を聞ければと思います。はい、頑張って本気で打っていきたいと思います。フッキーさんをやっつけるぞ。イエーイ。あ、イエーイと思うと、重さ重要だったんですよ。もともと現役の時もやっぱりちょっと重めが好きだなっていう感じでボールを飛ばしてたんですけど、はい、今率直に最初飛ばないかなっていう気持ちがすごい強かったんですけど、打ってみると飛ぶ飛びやすいですし、やっぱりボールのホールド感っていうのが前のラケットよりもすごいあるので、前やっぱちょっと弾いてるなっていうのが少し多かったんですよ、自分的には。でも今回はしっかり掴んで、そんなに自分の中でパーセンテージ的には 60% ぐらいの振りでも深いところに飛んでってくれるので、そこがすごい楽だなっていうのは一つ思いますね。なんで女性とかだとパワーがなくなってきて、ダンロップのちょっと面の大きいやつにしようかなっていうのもいいアイデアなんですけど、今回のラケットでは軽めのやつを使えばしっかり十分ボールも飛ばせますし、やっぱ深いところに飛ぶと戦術も組みやすいですから、ダブルスでもシングルスでもそういうのをしっかり作りながらやっていってもらえるといいなと思いました。私的には前のラケットよりも押さなくても、もうなんか下から上にも振らなくても、まっすぐ振るだけで回転が勝手にかかってくれる感じがあるので、まあ技術的にもちょっとそういうのはあるかもしれないですけど、ラケットでも十分その何て言うんですかね、守備ラインに立たされた時でもしっかり深く飛ばせるっていうのが今回良かったなと思うところです。はい、掴んでこう弾いてくれるパワーっていうのはしっかり出てるんです。当たりムラが少ないというか、
うまくまとまってくれるような感じは。そうですね、私もともと現金時もスピンボールっていうよりは、まあ、テンポ早くフラットでも打っていく時もあったので、ちょっとそれを試してみるとフラットでも十分スポーンって抜けてくれて S 取れそうな感じにボール飛んでってくれるので、そこはこうスピンだけじゃないラケットだなっていうのが自分自身は感じましたね。ドロップ打ちやすい、ドロップ何でも打ちやすいってなっちゃうんですけど、やっぱ引っかかってくれるのが一番、自分的にはそのドロップとかフィーリングショットみたいなのが打ちやすいので、それにもおすすめかなと思います。ミキさんもそこら辺をね体感してもらって、一生懸命すぎていろいろ大変です感じる間もなく必死に返してくれてます。まあでもこうちょっと苦しい時なんかにもちょっとこう外して打っちゃったなっていう印象がある時にも少しこう持っていける感じっていうのはかなりあると思うので、まあラケットのこのフレームのしっかりしてる感じプラス、まあこのフェースのこう球の感じがついてこう乗ってる時間が感じられて、それで少し外れた時にもちょっとアシストがしてくれるのかなっていうのは、こういうまあ中圧ならではの感覚もちょっとありながら、でもそれがこう嫌に硬くないんだなっていうところは非常にいいのかなと思います。フッキーさんすごいですね。すごいんですよ。すごい、なんか買いたくなりますいっぱい売ってますからね。すごい、おーってなりましたね。これは上級者の方でも聞きに行った方がいいですね。ありがとうございます。すごい。今回のラケットどんな方に勧めたい？女性の方ってやっぱり飛ぶラケットがいいという方が多いんで、そういう時にこれって渡したら飛ばないんじゃないかってきっと言われそうなんですけど、そんなことなく、やっぱ振りもシャープですし、当たり負けしないっていうところをちょっと使いながら、男性も特にいいと思いますけど、女性はこの軽いやつでやれば振り抜きとやっぱ当たりがブレないっていうところで解消されると思うので、ぜひ一回使ってみていただきたいなと思います。いいこと言ってもらいました。ありがとうございます。皆さん、いろいろ増えましたね。まだ足りない。足りない。じゃあ今日はまた今度で、はい、今日はこれぐらいで、はい、またぜひ。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。